どうもシュートです。さあ今回もユフトボールアプリのとこ取ってきますけれども、今回は移籍組ガチャボリューム2の当たり選手ランキングとエピックスコールズの能力値解説育成解説と、あともう一人無料配布でブルーノフェルナンデスが配られたんで、この選手の育成解説とかもやっていこうかなと思います。まあ移籍組ガチャに関しては超配下金向けっていうわけではないんですけど、まあエンバペが登場してたり、まあオナナとかもね結構強くて、日本人の伊藤博樹選手もまあ割と美課金無課金なら使えるんじゃないかなっていう能力してたんで、まあよかったらぜひね最後まで見ていってください。で評価いつも通りこんな感じとなっておりまして、あくまでゲーム内での評価ですし、僕の独断と偏見で決めておりますので、そこら辺をご理解ください。でまずは移籍組ガチャの当たり選手ランキング1位から4位まで紹介していこうと思いますが、4位は伊藤博樹選手、身長188cm、左利きの守備的サイドバックということで、まあこの選手に関してはセンターバックとか DMF で作るような育成がいいかなと思ってて、サイドバックではね正直脚力12振りでもスピード83しかいかないんで、まあ、瞬発も8振りで、まあ、80も乗らないし、ちょっとサイドバックにはそんなに向かないかなと思って、こんな感じの育成にしました。まあ、守備能力、せめてディフェンスエンドボールダッシュ90まで乗せてもいいかなとも思ったんですけど、まあ、それだと14振りで8ポイントもかかっちゃうんで、ちょっとさすがにもったいないかなっていうのと、まあ、ジャンプそれなりに高くて、フィジカル90あるんで、まあ、一応体の強さはかなり感じれそうですし、まあ、スピード瞬発に関しても、まあ、現役組の中でなら、まあ、決して超速い方ではないけど、まあ、ある程度ガチスカで使えるぐらいのスピシュンは持ってるかなと思いますね。で身長188cm と、まあ低くもなく高すぎずもなく、で身長188cm といい感じの富谷さんとかアラウホと同じ身長してて、まあスキル的にはねスルーパスとインターセプトぐらいしかいいの持ってないんで、まあマンマーク、ブロッカー、スライディング、タックル、闘争心とか、まあつけたいものは多いですけど、まあ日本スカットを作ってる使ってる人だったり、まあ新しく初めて、まあ強いセンターバックとか DMF 全然持ってないですっていう人は、まあこの伊藤選手、日本人バフとか抜きに、日本人補正とか抜きに普通に、まあ、美課金無課金なら使えると思いますね。じゃあ次3位エミール・スミスローですね。身長182cm、右利きのチャンスメーカーということで、まあ、まずこの選手は逆足頻度精度が最高最高なんで、まあ、両足しっかりとうまいことドリブルも使えて、パスシュートも逆足でも精度変わらずできますし、頻度が最高だと左足もねものすごくドリブルでもパスシュートでも使ってくれるんで、すごくねこう滑らかにプレーできるというか、でドリブル能力も全部92以上とかあって、パスも86あるし、決定力は78とちょっと低めですけど、これが気になるなら、まあ、ドリブルとかパスちょっと位置下げて決定力80まで乗せるこの育成も、まあ、全然悪くはないかなと思います。でスピード瞬発力も、まあ、一応90手前はあって、キック力81、まあ、キック力はちょっと低いかな、まあ、ボディコン86と、まあまあ使いやすくて、まあ、スキル的にもねダブルタッチ、ワンタッチパス、ワンタッチシュート、足裏コントロールあたりは持ってるんで、まあギリギリ最低限ぐらいかな、まあ、あとはスルーパス、コンカ、アウト、スピンキックなど、まあ、つけたいのも結構ありますけど、まあ、左サイドとかで使っても全然面白そうなんで、ラシコつけて特殊ダブタにするのも全然ありだとは思いますね。まあ伊藤選手の方が、まあ、後ろの選手少ないって人も多いと思うんで、まあなんか当たりの気もしたんですが、まあガチスカ目線でどっちの方が使えるかって考えたら、まあスミスローの方が使えるかなと思って3位にしましたね。で次2位がアマドゥ・オナナですね。身長192cm、右利きのアンカーということで、まあ正直1位のエンバペを無料配布だったり、まあ他に強いエンバペ持ってる人だったら、もうこのアマドゥ・オナナが1位になってきてもおかしくないぐらいめちゃくちゃ強いし、まあちょっとしたビエラって感じかな。まず身長192cm なんでビエラと一緒じゃないですか。でディフェンス88とか一緒で、まあボールダッシュは7ぐらいね、ハードプレス版のビエラと比べると負けてますけど、守備意識とかアグレッシブネス正直そんな変わんないし、守備意識とアグレッシブネスはもうほぼ変わんないし、スピードも88とまあ同じぐらい、瞬発はね、まあ、10ぐらい、ちょっと負けちゃってるんで、まあ、ビエラはね、でかくても、まあ、そこそこ機敏に動ける、その瞬発の高さが魅力的な部分だとは思うんで、まあ、そこが75しかないのはちょっと物足りないかなとは思いますが、ジャンプ79とちょっとビエラより高くて、フィジカルは一緒ぐらい。で、スタミナも、まあ、アンカーで91あれば、全然高い方だとは思いますし、でスキル的には、インターセプト、ワンタッチパス、スライディングタックル、エアバトルあたりが優秀で、まあ、マンマーク、闘争心、ブロッカーあたり、この辺はつけたいし、まあ、展開力気にするならスルーパスも欲しいかなと思いますが、普通にねめちゃくちゃ強いです。まあ優秀なアンカー持ってない人、ビエラ持ってない人とかだったらもう全然狙う価値はあるんじゃないかなと思いますし、まあ通常のザカリアとかもまあそこそこは強いですけど、さすがにこのオナナ使ってる方が全体的なこと考えたらいいと思うんで、これマジでね冗談抜きで強いですね。身長192っていうのも高ければ高いほどやっぱパスカット引っかかりやすいんで、よりバン DMF でも使いやすくなるし、これは普通に当たりの選手だと思います。ではラストはエムバペですね。
ね、まあ無料配布と後で比較していきますけれども、無料配布よりも個人的にはこっちのエンバペの方が多少能力は好きかなっていう感じはしました。まあ、身長178センチ、右利きのいつも通りラインブレーカーということで、まあ、マドリー版のアイコンユニフォーム着て初めて登場してくれましたし、まあ、裏総合値はいつも通り103ぐらいはある感じですかね。まあ、オフェンス性高いし、ドリブル能力も、まあ、ズバ抜けてはないですけど、ライブレなら高い方かな。で、パスもね、76とか4振りで行くんで結構高いし、決定力も4振りで88。で、スピシュンなんても圧倒的だし、キック力も無料配布と比べても2ぐらいに上がってるんですよね。で、フィジューボディも70、91いって。やっぱ普通にエピックとかで登場しても割と欲しくなる能力じゃないですか。まあそれがまあ1100コイン最悪かかっちゃいますけど、そんな低価格で取れるんで、まあエンバペとあのオナナがいる時点で今回の遺跡組ガチャはかなりいいものになってるかなと思います。まあスキルはね、いつも通りダブタワンシューぐらいしかいいの持ってないんで、スルパコンカアウトミドルワンタッチパス、このあたりつけたいかなと思いますけど、まあ強いエンバペを持ってない人、最近初めて無料配布の時にやってなかったっていう人は、まあ今回のガチャ全然引いていいと思いますね。では以前の無料配布エンバペと同じ育成、もうレベル上限全く一緒だったんで全く同じ育成しましたけど、まあ、オフェンスセンス、ドリブル、グランダパス、フライパス、ボディコンが負けてる感じで、今回買ってるのがボルコン、ボールキープ、それからキック力とフィジカルっていう感じですね。どっちの方が好きかと聞かれれば、僕は左のマドリー版の方が好きかなっていう感じで、まあでも無料配布で満足してる人も多いと思いますし、スキル追加いっぱいして、まあエンバペ一人のために乗り換えるために引くほどのガチャではないと思うんで、まあオナナ欲しくて、まあエンバペもキック力高い方が絶対に好きって感じなら乗り換えるのに狙いに行ってもいいと思いますけど、まあコイン温存しとくのもありかなっていう感じしますね。ではエピックのスコールズ見ていきましょう。身長170センチ、右利きの2列目からの飛び出しということで、まあ今回50ボックスで登場してるんでコスパはかなりいいと思いますね。前の2023終わりの時のジェラードじゃないわ、オーウェンみたいなボックスのガチャで登場しました。まあボールコントロール99、ボールキープ94っていうのは、まあすごく高いと思うんで、まあこねやすさはだいぶありましたね。低身長でフィジボディも80、84あるんで、なかなかボールは失わなかったですし、すごく使いやすかったです。ただまあトップスピードのドリブルに関してはドリブル88でスピード瞬発力も90手前ぐらいなんで、まあ、超速い感じはしなかったですけど、まあ、1個スライドでしっかりかわしきってしまえば割とトップスピードのドリブルでも置き去りにできる感じはありましたし、まあ、コネが大事ですかね、この選手は。でグランダパス88あって決定力も85あるんで、まあしっかりとキック面数値いいですし、それでいてキック力101カンストしてるんで、まあキック力100以上の選手で弱い選手あんまいないし、まあこれだけ扱いやすい系でパスもできて決定力の数値もしっかりあってキック力101っていうのはすごく評価していい部分だと思いますね。で守備能力もだいたい70前後ある感じなんで、まあ4振りしてしまえばディフェンスも70いきますし、まあ最近ね OMF とかで守備系数値高い選手好きですけど、まあスコールズも似たような能力でパスカットしやすいと思うんで、すごくそこはいいんじゃないかなと思います。ただまあスキルはワンシューミドル、ワンパピンポイントクロス、スルーパスあたりが優秀なんですけれども、まあやっぱコンカだったりアウトスピンキックとかダブルタッチも持ってないんで、まあちょっとつけたいものは多いですけど、まああとインターセプトとかブロッカーとかつけてしまえば守備も攻撃も完璧なスキルになれると思うんで、まあ50ボックスですし、まあ引くのは案外悪くない選択肢なんじゃないかなと思いますが、まあ基本的には2025年どんな選手来るか分かんないですし、まあ月曜もエピック復刻か何かしら来るとは思うんで、まあ一旦月曜待ってみるのももちろんありだとは思いますね。まあそれなりには万能で強いと思いますけど、個人的にはまあこのタイプだったら身長185センチぐらいあればめちゃくちゃ好きだったのになっていう能力なんで、好き嫌い分かれそうだなっていう印象はありますかね。僕はちょっとスカットから外れそうですけど、能力値はすごく強いと思います。ではラストはブルーノフェルナンデス見ておきましょう。身長181センチ、右利きの2列目からの飛び出しということで、まあ完全無料配布なんでログインするだけでイベントとか何もこなさずにもらえる選手なんですけれども、まあさすがにガチスカ級とはちょっと言えない感じの能力はしてますかね。足元能力とかパスとかそのあたりは悪くないんですけど、やっぱスピード瞬発力がめちゃくちゃ低いんで、まあやっぱイーフト向きの能力は正直してないと思いますね。でスキルもミドル、ヒールトリック、ワンパー、アウトスピンキック、ピンポイントクロス、スルーパスあたりは優秀なんですけど、まあダブタとかコンカとかワンシューとかも欲しいですし、まあそれをつけるほどの選手でもね正直能力値見るとないとは思うんで、まあ全然選手揃ってない人からしたらねすごいありがたい選手配布かなとは思いますけれども、まあ基本的にはガチスカで使える選手
選手ではないかなと思います。それでは今回ここで夏移籍組ガチャの当たり選手ランキング、ブルーのスコールズの解説を終わっていこうと思いますけれども、いかがでしたでしょうか。まず移籍組ガチャに関しては、前回のはだいぶ渋かったですけど、今回はエンバペもそうですし、オナナとかもめちゃくちゃ優秀で、伊藤博樹さんとかも全然悪くはないんで、まあ前のよりもほんと500倍ぐらい引いていいんじゃないかなとは思いますが、まあ無料配布のエンバペで満足してる人、まあ 1DMF で強い選手持ってる人はまあ引かなくてもいいかなって感じはしますね。ただほんと 1DMF で優秀な選手持ってない場合は、アンカーのオナナはすごくおすすめします。でまああとはスコールズ、ちょっとここ難しくて、結構ねおすすめできる選手ではあるんですけど、50ボックスでコスパもいいしね、まあ美化金もいつもより確率はいいんで、試しに10連ぐらいはしてみてもいいかなって感じはしますね。まあイベントクリアで無料1回は引けますし、まあそれで出る可能性もいつもよりも3倍あるんで、それでチャレンジしてから、まあ結構欲しいなって感じなら底引きしてもそんな後悔はしないと思うし、まあちょっとコインと相談して引いてみるのは、まあコスパ的にはありだと思いますね。それでは今回はここで動画の方終わっていこうかなと思います。チャンネル登録の方がぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。ごちそうさまでした。